東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに142人確認されたと発表しました。1日あたりの感染者数は2日連続で100人を上回りました。年代別では30代が30人と最多で、重症化リスクの高い65歳以上は26人でした。重症者は昨日から1人減って24人です。